ございます。おはようございます。季節は2月、場所は北海道札幌。2月といえば北海道は何ですか？雪まつり。イエーイ、雪まつり。はい、もうね、開催中なのか開催した後なのかわかりませんが、雪まつり、雪の国ということで、はい、カクテル雪国というカクテルございます。その名の通り、雪の国とか言って雪国、強そうなんですか？強そうでしょう。強い強い。古いカクテルです。1959年だったかな、確か。ことぶき屋っていう今のサントリーさんの前身の、カクテルコンペティションで、矢野圭一さんっていう我々の大先輩が優勝されたカクテルで、カクテルブックですね、僕らの教科書にも必ずレシピが載ってるカクテル。それ以外にもね、カクテルの本とかにも大体レシピが載ってる。それぐらい古くから親しまれて、昔からこうこの業界を支えてくださる飲み手の先輩方にも一度は飲まれたことがあるであろう有名なカクテルっていうのを、まあ雪の国、雪の季節にね、ちょっと紹介したいなということで、今日は雪国作ります。はい、全国的に有名な、全国的に有名なカクテル。あ、そうなの。ほぼ全てと言ってもいいくらい、カクテルの本とかカクテルブックとかって書いてあったらレシピ載ってるってことで、雪国レシピはまずウォッカベースです。ウォッカが、全体の数量に対して3分の2、基本的にショートカクテルは60ミリで作るんで、3分の2だと40ミリですね。あとはホワイトキュラソー、当時のレシピで言うと、まあ、今回はコアントロ、まあ、ホワイトキュラソーの一つの中のお酒ですね。これが3分の1なんで20ミリプラスアルファで、ちょっとこれはレシピ外になっちゃうんですけど、本来のレシピだとコーディアルライムジュース。ライムジュース、なんとなくライムジュースっていうのは分かったでしょう。コーディアルライムってライムの香りをつけた、いわゆるシュガーシロップなわけですよ。あと着色した。うちにはちょっと残念ながらそれがないんで、今いつも通りね、ライムジュース使ってもらうんですけど、なんでコーディアルライムジュースって書いてあるかっていうのも一つポイントがあって、このレシピが生まれた当初、まあ、1950年代、今ほど簡単にね、フレッシュのライムが手に入る時代でもなければ、こういう。どうしました？で、当時こういう濃縮還元のライムジュースもない時代だったわけですよ。なんでライムのフレーバーとかっていうのを再現しようと思うと、どうしました？で、ライムのフレーバーとかを再現しようと思った時に、簡単に変えるっていうのが、いわゆるコーディアルライムっていう、砂糖水に着色してライムの香りをつけたシロップしか簡単に手に入らない。また、ね、今時代とともに物流も発達してきたので、大体のオーセンティックなバーだったら生で絞ったライムを使ったり、昔のねレシピを再現して、あえてこれはコーディアルライムで作りますっていうことで、うちは濃縮還元のライムジュースと自家製のシロップで、まあちょっと再現したいなと思います。あのレシピ上は5ミリ、だって今から作るのは通常のレシピよりもちょっとフレッシュ。たまにはね、こういう本当に昔から親しまれてるバーテンダーらしいちょっとカクテルっていうのを作りたいなっていう。今年はね、まだ実は1月だけど、無事にね、雪まつり開催されてるといいね、本当にね。わかんないからね。ね、まだね。まあまあ、皆さんもね、体調管理とか、お体無事にしてくださいというところで。カフェ&バー、ヘイブン。動画で飼育するのって結構恥ずかしいんだよ。いいよ、カットしたい。下手くそだな。倍速、倍速、そう、倍速20。ポイントが2つあります。雪国っていうのを表現するために、グラスの縁にスノースタイルといって、塩でやることがあるんだけど、これは砂糖です。砂糖を周りにつけます。あとは、ね、緑を表現するので、こうグリーンミントチェリーっていうのが入って、これで雪国。おしゃれですね。おしゃれでしょ。なんグリーン、グリーンミントチェリー、それは果物、飴。あのさ、俺ら世代でもギリギリだけど、バターケーキとか食べたことある？あの生クリームが全部バターでできてるやつ、あれってさ、上に乗っかってるのこれの赤バージョン、イチゴじゃない？あ、なんか使ってたよ、それだけ。あとね、今も多分売ってると思うけど、アンパンパンパン、あーの、あった、鼻とかほっぺ、あれか、あれあれの緑版、あの甘いやつの緑版。売ってる、売ってる、今でも売ってる。へえ。ということで、結構度数高いです。口当たりも強いです。いただきます。ガツン。
でよく言われるのはこういうグラスに入ってる飾りどうしたらいいのか、食べてもいいです。食べてもやっぱり問題ないというか、相性がいいようにやっぱり特に昔からあるレシピのカクテルとかはこういう風に相性がいいものがちゃんと入ってるので食べても大丈夫です。カフェ&バーヘイブン、気分について補足です。はい、補足でカンペを見るために今日はメガネかけてます。一番ね、やっぱリスペクトを大事にしたいということで、さっきもちらっと喋りました開発者井山圭一さんですね。山形県酒田市というところ、バーケルっていう、実際に行ったお客様に聞くと実は喫茶店らしいです。夜からバー業態変えて今も営業されてるということで、マスターの井山圭一さんが1959年のカクテルコンペティションですね、現サントリーの寿客さん主催の第3回ノメール賞グランプリですね、グランプリ作品ということで、まあこういうのはね、ウィキペディア見てもらって、そういうカクテルがあるんだと思ったらちょっと調べてもらって、ウィキペディアすごいから、これでグランプリ取ったんですよ。でもすごいよね、なんか後世にさ残るレシピって俺すごいなと思う。残したいね、残したいね。まあでもさ、今こういう風に動画とかでたまにオリジナルカクテル出させてもらってるから、あの YouTube がね、こいつの動画はクソだっつって消さない限り一応後世には物理的に残るからそうだけど、まあでも本当にね、こう紙媒体だったり、僕らね、一世代二世代も下の世代もバーテンダーでも、まあ一応名前だったりレシピを知ってるカクテルっていうのが世の中に残せるっていうのはすごく偉大なことだし、まあ、我々バーテンダーそういうのをやっぱり先輩方が作っていただいた伝統ですね、そういうのを大事に肝に銘じて、しっかりとしたサービスも抑えつつも、僕はあえてね、ここではフランクな仕事だったりサービスをさせてもらってるんで、まあこれを機に雪国ぜひバーで飲んでみてくださいということで、気になった方はウィキペディアをチェックしてください。また一つのカクテル、カクテル、カクテルです。覚えたね。あ、そうですね、まあ、今後ね、一個のカクテルもフォーカスして徐々に喋っていきたいと思うので、はい、じゃあ引き続きよろしくお願いします。お願いします。楽しみましょう。 I hear them callingStraight ahead. How you gonna get there? Ride that chariot. Where are you going when you leave?